屋台を見て回っているみたいね。少しこの辺りを歩いてみようかしら。もみじ、とても綺麗だわ。見慣れたつもりでも、こうして新しい場所で見るといつもと違った新鮮さが感じられるわね。あら、今あっちの方から猫の鳴き声がしたような。かわいい。一体どこから来たのかしら。あ、猫だ。かわいい。ミケちゃんだね。北沢さん。あ、ミナトさんだ。見て見て、かわいい猫さんだよ。ええ、そうね。いつの間にか北沢さんが来ていたなんて、慣れているのを危うく見られるところだったわ。すごい。慣れても全然逃げないよ。この辺の人が飼ってる猫さんかな。北沢さん、撫でるのが上手なのかしら。とても気持ちよさそうだわ。北沢さんは猫を飼っているの？ほら、その扱いに慣れているようだから。ううん、でもね、はぐみの家の近くに猫屋っていうお店があって、そこの猫さんとよく遊ぶんだ。猫屋の子もね、この子と同じミケなんだよ。そうだったのね。猫屋というのはペットショップかしら。ううん、お魚屋さんだよ。おいしいお魚いっぱい売ってるんだ。猫屋は魚屋？どういうことなのかしら。でね、その子、うちのコロッケを狙ってよくうちに来てたんだよ。でも猫にコロッケって食べさせちゃダメなんだよね。ええ、玉ねぎなんかが入っていると猫にとっては猛毒なのも。それに塩分で油分も多いし、人間の食べ物を猫に与えるのはあまり良くないわね。ミナトさん、よく知ってるね。もしかして猫好きなの？そういうわけでは。あ、でもね、父ちゃんがその子用に肉団子を作ってくれたんだ。最近はたまに手からも食べてくれるんだよ。その後でハグミいっぱい撫でるんだ。手から食べてくれる。その猫は北沢さんの家によく来るのかしら。いえ、それほど興味があるわけではないのだけれど。うん、いつも決まった日に来るんだ。参考までに聞きたいのだけれど、それはいつかしら。本当ね、火曜日と金曜日。猫屋のおばちゃんと相談して、その日はおやつをあげていいってなったんだ。火曜と金曜。ミナトさん、何か言った？いえ、何でもないわ。気にしないでちょうだい。そっか、ミナトさん、それよりもこの子と遊ぼうよ。え？ほらほら、撫でてってこっち見てるよ。あ、北沢さん、とてもいい人ね。ミナトさん、早く早く。それじゃあ少しだけ撫でさせてもらうわね。いてくれてちょうどよかったわ。あ、ゆきなちゃん、ちょうどよかったって？この前牛込さんたちともみじ狩りに行ったの。これその時のお土産よ。私が一番直近でサークルに行く予定だったから代表して持ってきたの。あ、わざわざありがとう。今度りみちゃんたちにもお礼を言わないと。他には誰と行ったの？さよに北沢さん、それから三竹さんとも一緒だったわ。なんだか意外なメンバーって感じだね。もみじ狩り楽しかった？ええ、興味深い体験だったわ。
日頃体験しないようなことをたくさんしたもの。どんなことをしたの？草笛に挑戦したり、カヤックを漕いだり、絵手紙を書いたり、そんなところかしらね。なるほど、確かに普段はなかなか体験しないことばかりだね。やっぱり何でも実際に体験してみないとわからないところもあるわね。一見簡単そうに見えてコツがつかめないとできないこともあると改めて気づかされたわ。何事も経験は大事だもんね。ゆきなちゃんはどれが一番楽しかった？難しい質問ね。どれも印象深いものばかりだったもの。けれどたまにはああいう息抜きも悪くないわね。それにこれからの楽曲作りや演奏にもこの経験はきっと役に立つと感じたわ。息抜きっていう割に結局バンドのことを考えてるなんて、さすがはゆきなちゃんって感じだね。そうかしら。当たり前のことだと思うけれど、フューチャーワールドフェスまでまだ時間があるとはいえ、気を抜いていたらあっという間に時間は過ぎてしまうわ。さすがゆきなちゃん、ストイックだな。私なら普通に楽しんで終わっちゃうよ。とはいえ、あまり気を張りすぎていても本番にベストは出せない。その意味でも今回のもみじ狩りは良い息抜きになったと思うわ。私も応援してるからね。ありがとう、二人とも。まあ、そろそろ時間ね。それじゃ、練習頑張ってね、ゆきなちゃん。ええ、それじゃあ失礼するわ。